じゃんじゃんバリバリ参りましょう。まああとは最後進むだけですからね、まあ回復させてあげてから行きましょうと。一応危険ポイントをね。ね、この危険範囲さ、ほんと、もう使っちゃってるけどさ、マジで便利っすよね。ほんとに。前も言ったかもだけれども、絶対使うまいと。こんな危険範囲だみたいなね、思ってましたけれども、使っちゃってる自分がいるっていうね。多分こうシミュレーション RPG ね、まあ特に FE、ファイアエムブレムとかさ、やり込んでるからこそ絶対こんなさ、危険範囲使いたくないよね、本当はね、本当はね。やり込んでるからこそ使いたくないっていう気持ちありますでしょ、まあ、使っちゃいますわな、もうね。あ、もちろんね、多分使ってない人とかもね、いるとは思うんですよね。もう私もね、最初はもう絶対使うまいと、舐めてんじゃねえと思ってたんですけど、もう使っちゃいますわと言ってね、もう覚醒から使ってますと。あ、なんだったらもうエコーズの時から使ってましたね。エコーズ確かあったと思うんで、まあエコーズの方はね、覚醒の最初の方で言いましたけれども、ちょっと事故が起きて、ファイルが取り出せなくなったと。それでちょっとお蔵入りになってますけれども、まあいつかやりますのでね。まあこのまま行っちゃいましょうと。あ、これちょっとしくりましたかね、大丈夫か。まあ大丈夫ですね、鋼なんでね。 OK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  で、まあまあ回復だと。で、とりあえず、獅子舞かなんかで攻撃できます？これ先にね、これ先に入ってあげるのが一番だと。先に入っておけば、後からも入れると。ゴーと。OK。順調ですね。もう完璧っすわと。いや、最初、ほんとこのマップ。どうなることと思いましたけれども、まあなんとか形になりましてよかったです。はい、 いや、あの火炎地獄よ、やばいよね。やばいやばい、ちょっと待って、間違えた、ちょ調子に乗った、やばい、遊戯やばやっちゃいましたね、調子に乗っちゃいましたね。あ、やばい、ちょっとやらかしたな、これな、ちょっとやらかしましたね、これ。ちょ調子に乗っちゃいましたね、やばいぞこれ。大丈夫かな。いわあ、そっか、一応特攻ではないのか。いや、ちょっとやっちゃいましたが、まあまあまあ大丈夫でしょうと。あと槍だけだもんね。で、あとゴーデムちゃんがいるだけだから、まあ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  OK としましょう。よし、 OK。さあ、来たまえ。いいと。創世さん？わあ、硬い。硬い創世。まあ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 と。誰中心に本当にもう今後上げていけばいいの？まあ全体的でいいか、結局。まあ、サイズをも上げたいし。あ、でもまんべんなく。なんだかんだで上げてるね。オッケーオッケー。そう、こういう、もうこういうさ、誰でも倒せるってことになった時、すごい迷いません？こういう時って。本当に。草27。大丈夫。まあ、まあまあいいでしょう。いや、ちょっと甘くなってんだよね。甘くなっちゃうんですよね。どんどんやり方が。よしよし、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。で、まあこっ
ちの範囲に入らなきゃ大丈夫っしょと。ね、オッケー。行っちゃいましょう、行っちゃいましょうと。あれ？こいつ、そうか、ここに穴とかがあるのか。それちょっとアンラッキーだね、相手にとってはね。応援は先に移動してから応援の方がいいですね。こいつ一番近くてそこも行けないから大丈夫大丈夫。おっ、あれ、もう一マス上あったんかい。慣れてないとこうなっちゃう。まあ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 、あれ、おし、応援と。オッケー。まあまあですね。まあまあ食らうと。オッケーオッケー。やっぱ槍系は防御高いんですね。こっちのオボロと同じような感じで。もう全然大丈夫ですわよと。風花 HP。まあまあまあ。そうね、そうね。余裕しゃ、本当にシャキシャキっすね。余裕すぎて。オッケー。風花とかですよね。あとはこいつとこいつ動かねえんだ。あ、こいつ倒すと出てくると、出張ってくると。なるほどね。これで倒しちゃうかな。倒しちゃうね。刹那もすげえ強えんだよね。わ、強い。まあまあまあ、そうか。そうね、そうね、強い。うえい、一発で決めていく。これはもういいですね。素早さが本当に高いから。しかも流星来た。あ、おお、これ、あ、穴かこれ。あ、そうか、穴だからちょっと弱くなってたのか。なるほど。あ、弱くなってたっていうか敵がね。なるへそ。まあいろいろあるわいね。いろいろあるわよと。でまた槍を引っ張ってきて、出すな出すな。陣雷じゃなくていいんだよな。どうなん。あー、でもまあ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 、でも人、あ、そうか、人雷、そうか、人雷だから、あれか、守備。まあ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 、まあ行きましょうやと。応援して。いやー、OK です。順調でいいですね。後ろから、後ろから。よし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 。スッと。もう安全、この安全地帯やったらどこにでも配置すると。あ、そうか、もうガード持ってるから。応援の意味全くないっていう。よし。そうね、本当に結構パラパラと上がってきてるから。これは敵将撃破か。あ、そう、こいつ先にこいつ倒しちゃうとあれってことね。36。さあ、そうか、なるほど。36ね。36 25。まあまあ、そうか。だから一気に行かないとってとこね。最後油断してるとアーター落とされますね。とタクちゃんあげないとダメっすね、これ。行きましょう。すっかり忘れてた、後ろにいたから。よし。で、まあ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 、あとは本当にそうですね、そこは行かないようにすればいいだけだから、ゴーゴーと、ゴーゴーって行きましょう。
本当に大丈夫なんかっていうね、あの信用しない、逆に使っちゃってるけども、使ってるけれどもその範囲を信用できないっていう、自分で数えないと信用できなかったんだけれども、まあそれもね克服し危険範囲を使っておりますと。いやでもこんだけ広くなるとやっぱり使わざるを得ないというか、使っちゃうよね。危険範囲、これいつ覚醒からぐらい、草原の奇跡ってどうなんでしょうか。草原の奇跡、暁の女神はね全く入ってこなくて、情報的に全くってわけじゃないけど、あんまりねえ、なんか CM でやってたのを見たのか、暁の女神なんかすごいバンバン打ってましたよね、 Wii の。これどうやってやんのこれ。まあ、急に話いつもの通り切り替わるんだけど、これはこれ射程は1で普通に食らうんか、めんどくせえな。刹那守備14、まあ、一発食らっても大丈夫、1436だから、まあまあまあ大丈夫だと。ただ絶対倒しきらないとダメね。雷神で陣雷か、陣雷どっちでもいいんだけど、陣雷で倒せるか倒せないか。椿が届きますと、まあそこそこダメージ与えられると。20、いやでも死ぬねこれ。必殺がなかなかやりおるな。危ねえな、いきなり攻撃したらやべえやつだから。守りだったら必殺食らっても大丈夫、ただ回復しないとボスにやられる可能性が出てくると。ちょっとガチになってますよ。14与えます。21余る。あー100じゃねえのか、いやー100じゃねえのか。でもさ C だよな、だったらなんかこれ入ってあげて、これで多分ちょっと、いやー99かー、いやまあ行くか、行こうか。えでたる、まあ椿で創生倒して、こいつゴーレムもなんやかんやで、なんやかんや計算で大丈夫かな。なんやかんや計算はねちょっと怖いんだけど、まあまあ大丈夫と見立てましょう。ちげえか、先こっちは攻撃すればいいのか。刹那で攻撃してあげてでいいんだよな。で行こう、ズン、それで椿でいけばノーダメだと。多分攻撃力上がるんじゃ、上がんねえんかい。あれ守りでいいんだよ、食らっても大丈夫だけども食らう前に倒せると。よし、獅子舞もいるしな、獅子舞もいるから大丈夫。でおぼろで雷神、陣雷、雷神好きだね、陣雷食らわしたいんだけれども届かねえと。おぼろと仲いいの才蔵だけか。才蔵で逆にどうよ、逆に倒しちゃう可能性あり。術取りてんだよな、術は取りたいよな。あれは夕霧さんが、いや攻撃力が素晴らしい、60%だと。逆に火の火で回復もできると。あ強っ強っ、じゃあ火の火でよくない
っていう話になっちゃうんだよな結局な。よし行きましょう、安全で行けよ、行けよ、安全で行こう、これ絶対大丈夫。いい、食らわすなお前は。オッケー、これで椿も上がると。素晴らしい。さあ、いやこのダブルと隣接、ダブルして隣接してるといいね。その代わりユニット数は減るっていう、なんとも言えない感じ。ここ穴か。まあそしたら銀でとりあえず能力を奪っておくと。この地を通る者許さない、お前はここで。何、先を知りたい、先を知りたいんだお兄さんは。よし、順調にレベル上がっていく。よし、どこ、流脈ありました、ここ。何これ、こいつやりやがったな。いやまあまあまあ、でも、ああ移動できた、クソこのボケ、ボケかす、クソが、そういうことか。まあまあ、こう夕霧さんいける、夕霧さんで一応大丈夫だと。マジかこれ、もう夕霧さんで行くしかねえじゃんか。そしたらここはもうこれ、あ 100% よし、ナイス、助かった。やっぱ天魔最強、バカなじゃねえんだよ、こっちのセリフだわ。オッケー、よかった、まさかの入脈発動。オッケー、ナイス、天かけるを習得した、マスタープルフ。まあ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 大丈夫、オッケー。あー、やっぱオボロとヒナタですね。グッって、このねちょっとしたグッとかさ、クッとかがちょっといいんだよね。なんです、この地響きは。お前だよ、お前が流脈を押したやつだよ。あれを見ろ。おお、なんか開くと洞窟、まあ、こっから抜けられてもう行けると。間違いない。どうしたんです二人とも。はい、この感じ、この洞窟に流れる空気は王とウィンダムのものです。それはこの洞窟が王とへの隠し通路だということか。そうですね。でもこんな場所にあっただなんて。つまり虹の賢者殿はこのことを知っていたんだな。ここはかつてのノートルディアの領地、隠し通路があることを知っていても不思議ではない。もしかしたら仕掛けを作ったのは賢者様だったのかもしれませんね。鋭い桜、そうちょっと俺も思った。あのおし虹の賢者だからこそなんか何でも知ってる感があったけれども、まあ、賢者だ作ったのはねっていうね。ふん、じゃあついでに、それもあるわ、どういう、そうわかんねえよと、どっち流脈を押せばいいんだと、うん、いいね匠、いいこと言うね。こんな、そうマジで本当に最初マジ焦ったからね、あれな、ああ、おそんな悪態をつくな、いいんだよ、つけよ、もっとついてけタクちゃん、この道を教えてくださったのだぞと。まあヒノカはちょっといい子ちゃんだからな、分かってるよ、答えなんか教えたら僕たちの中に紛れてるコウモリとやらに情報を漏らされるかもしれないしね。匠さん、私たちの中にコウモリなんていません。そう信じたいけどさ、念のためだよ、念のため、気に触ったのなら謝るよ。お、潔い、ここから先はいよいよ敵の本陣、焦りは禁物だ、奴らに見つかることはすなわち死を意味する。はい、そうですね、マークス兄さんやカミラ姉さんとも出会うかもしれません。もう兄さんとかさ姉さんつけなくていいよもう、うん、でもいつ誰に出会っても戦う覚悟はできています。待っていなさいガロン王、もうすぐ私はあなたのもとへたどり着きます。見慣れたあの地で父と呼んだその場所で
あなたと永遠に決別するために長い長い長いカムイ、ちょっと長い、ほら龍馬ももう最後聞かなかったから、よし行きましょう。まあもうみんなほぼ上級職だからもう大丈夫でしょとね、くじ引き、いやもうどんどん行っちゃった方がいいんじゃねえかっていう感じなんで、はい、まあまあそうしたらまあセーブ取ったか、はいはい、では次回もうガロンもう近いでしょ、これ今何章でした、22でしょこれ、もうまたセーブするやつっていうね、もうラストに近いと思いますので、はい、どんどんプレイしてまいりますね、他の動画もね上がっているのでぜひよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。